イタリアからこんにちは。日本を離れて20数年、ヨーロッパ在住のピアニスト兼ピアノ演奏アドバイザーの春菜です。悩めるピアノ学習者の方々の少しでもヒントになればと思い、このチャンネルを配信しています。さて皆さん、自分の演奏、もしくは誰かの演奏を聞いて、雑な演奏だなと思ったことってありませんか？この雑な演奏というのは、実はミスがとても多いだけというわけではないんです。ミスが多いっていうのは、もちろん皆さんダメだなって思うと思うんですが、実はクラシックのコンサートでたった一つのミスもない演奏っていうのは逆に珍しいぐらい、巨匠と言われるピアニストであっても起きることなんです。人間だから。そしてそれだけ極限に近いことをしているんです。なのでノーミスの演奏を目指そうがいいこととは限らないんですね。もちろんミスはないに越したことはないです。気持ちもいいです。でもそこにとらわれすぎないようにしましょう。そして流れに乗っている美しい演奏というのは、案外ミスが起きても気づかれない気にならないものなんです。さてじゃあ雑な演奏っていうのはミスの数じゃなかったらどうなのという話になりますよね。雑な演奏というのは、一つ一つの音をちゃんと用意してない、狙っていない演奏ということです。例えば一箇所ミスをしてしまうとします。その時にどんな行動をとるか、ミスの種類にもよるんですが、例えばコロ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 動いているパッセージのところでミスをすると、そのミスをしたことで全ての音がブレてしまうっていうこと起こり得ますよね。そういう時にちゃんとその場で体勢を整えられる、これはちゃんと丁寧な演奏をしている人の演奏です。逆に雑な演奏というのは、一回そういう細かいパッセージのところでミスをした際に、あっと思うんですよ。あっと思ってからでも、いつもの弾き方はこういう弾き方だからって、いつもの弾き方にこだわって、それにとらわれすぎてしまって、方向転換ができない演奏のことでもあります。一回間違えてしまうとパニックってしまって、それどころじゃないという気持ちはわかるんですが、そこでちゃんと音の道を見ること、これがとっても大事になってきます。今日はそんなミスをしやすいパッセージの中でもアルペジオについて見ていきたいと思います。ピアノオンラインアカデミーでは、初級の曲を使って時短の譜読みの方法、フレージングを美しく弾く方法、楽典の応用などを見ていきます。鶴に100番では特に楽典の応用やフレーズの綺麗な作り方、プレインベンションでは大法のしっかりとした学び方、こちらを重点的に見ていってきます。またピアノ上級者、ピアノ先生方には、現代ピアノとチェンバロ奏法の融合、それによるワクワクするような即興的なおしゃれなバッハ、こちらを偽のインベンションを使ってみていきます。興味がある方はぜひ www.harunapianisto.com を覗いてみてください。さあそれではピアノ学習者のバイブル、ツェルニー100番を使って見ていきたいと思います。今日使用するのはツェルニー100の練習曲より70番です。さて、アルペッジョといえば和音の分散形ですよね。基本形から第一展開、第二展開、いろんな形をコロ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 通っていく。さあ、まさに70番。和音の基本形からどん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 展開繰り出してますね。上昇するのは得意な方多いと思うんです。なぜかというと、右手は上昇するのに、こう、この動きですね。くる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 の動きが難なくこなせる人が多いからです。ただし気をつけたいのはアルペッジョの小指の音です。
小指の音にケアがないと、こんな風に雑な演奏に直結します。ちゃんと最後の音、いえ、最後の2つの音に注意を注いであげないと、殴り書きのような雑なアルペッジョに早変わりしてしまうんです。なので最初のこれだけでなく、最後の2つの音も同じケアをしてあげましょう。どうしてもこの動きをイメージしすぎてしまうと、そう、まるで漢字を書くときの払いのようにシュッて行きたくなってしまいますよね。でも書道でも、そう、払いは最後まで丁寧にと教わりませんでしたか？同じことです。最後までちゃんと音が聞こえるように、つながっているように、殴り書きにならないように気をつけましょう。なので練習方法、このように次の2つの音までをくり抜いて練習してみるといい練習方法になります。なぜかというと、そう、アルペッジョのグループをブロックごとに分けるのではなく、ちゃんと全部続いているんだよと自分に手に教え込むのに、この練習は有効だからです。そしてお気づきでしょうか。動きは大きければ大きいほど反動がありますよね。こちらに引っ張られてしまう力、それを戻すのはエネルギーがいります。勢いっていうのはこう戻さないといけないですよね。なので勢いをつけすぎないためにも、このくるくるのイメージはいいんですが、ぎゅっと濃縮してこの腕の中で完結するイメージで弾いてあげましょう。ダメなのはこのように上からバシャバシャ弾く弾き方です。親指を上から叩き落としてしまうと、今間違えないで弾けてしまいましたが、この側面を叩きつけることになるので、このように横の鍵盤を一緒に弾いてしまって音が汚くなる、雑になるリスクがぐーんと高くなってしまいます。気をつけましょう。さて次に問題になってくるのが、そう、加工のアルペッジョです。加工のアルペッジョ、これ後半に出てきますね。はい、加工のアルペッジョの弾き方、こんな風にされていませんか？今、汚い音入りましたよね。そう、バチャバチャ弾いてしまう。小指というのは弱いです。このようにフォルテなどで書かれている場合、どうしても加速の力の助けを欲しくなりますよね。でも、そう、上から落とすということは、さっきの親指の話と一緒です。この、そう、面を使って落とすということは、このように、隣の鍵盤を触ってしまうリスクがとっても高いんです。なので、ほら、汚い。なので、ちゃんと上からでなく、この鍵盤の近くであくまでも、くる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 動いていきましょう。このように。ここで、さっきの問題、大げさすぎる動きは、また雑な演奏につながってきます。大きな動きというのはコントロールするのが非常に難しいです。そう、なので腕の三角筋を使ってギュッと動きをここでも濃縮して、こう見えないようにイメージするのがコツです。そしてレガートをまた意識しすぎても引っ張る力っていうのがあるんですよね。こう加工するときにこっちに。この力がまた強すぎると、やはり小指が寝そべってしまって、
このように汚くなってしまいます。なので小指はできるだけ立てる。立てるイコール、そう。ここに一瞬引っ掛けること可能ですよね。引っ掛けられれば、この隣の音を一緒に弾くリスクというのはなくなります。なので到着も、ここギリギリで到着してしまうと、隣の音を弾くリスクがあるので、レの鍵盤でも割とミの方に着地するように心がけると、綺麗に着地することが可能です。で、その後、私今、小指のこのあたりで、一瞬どこでも、この横の鍵盤ですね。レだったらド、シだったらラ、こちら側の横の鍵盤を邪魔だなと思って弾いてます。邪魔だなと思うってことは、ちゃんと引っかかってるってことなので、そう、逆に言えば、隣の音を弾かないでちゃんとできてるということです。弾いているところだけでなく、弾いてない指の部分にも助けてもらうことで、触覚を使ったうまい練習方法、綺麗な、そう、雑でない練習方法を身につけることができます。そしてその練習は習慣となることで、美しい演奏につながっていきますよね。実は私も留学する前はエネルギー有り余ってて、とにかくエネルギーに任せてしまう演奏っていうのが悩みの種だったんですね。それをイタリアに行って、イタリアってなんかおおらかだからミスとかあんまり気にしなさそうじゃないですか。これが最初の話につながってくるんですが、ミスがある演奏を許容するのと雑な演奏を許すのは全然話が違うということを本当に留学当時すぐに、あ、こういうことなんだっていうふうに学ぶことができてよかったなと思っています。要するにミスの種類にもたまたまなってしまうミスと、えいって任せちゃってるからそりゃミスして当たり前だよねっていう演奏スタイルは天と地の差があるってことなんですよね。その時から、あ、今まで日本で先生に言われてた音一つ一つを大事にっていうのはこういうことなんだなと、指の運び、持ってき方、進入角度、こういうふうに自分の体を知りながら行動パターン、音型のパターンを見て、どういう運びをしたら綺麗な動きにつながるのか、丁寧に弾けるのかというのを模索するようになり、結果劇的にケアレスミスというのが減ったんですね。いや、もう確かに日本の先生にもずっと丁寧に丁寧に大事に大事に言われ続けてたんですが、でもその漠然とした丁寧に丁寧にっていうのが行動に結びつくのが私は遅かったんじゃないかなと思います。でもどんなタイミングでも遅すぎるということはありません。もしお悩みの方がいたら、ぜひ今からでも実践してみてください。ためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。励みになっています。ではまた次回。チャオ。